スネーク、2年前のタンカー沈没事件を覚えているか？もちろんだ。マンハッタン沖約30キロの地点でタンカーがテロリストに沈められ大量の原油が流出した。政府はすぐさま汚染海域一帯にオイルフェンスを敷設、その中に巨大海上除染施設を建造した。ビッグシェルか。浄化作業はまだ終わっていないらしいな。そうだ、今では環境保護のシンボルとして世界に伝えられている。ブラボーチーム、予定通りビッグシェルに向かえ。今から6時間前、そのビッグシェルがテロリストに占拠された。どういう連中だ？中核はシールズ内の対テロ訓練部隊デッドセルの元メンバーたちだ。ロシアの私兵部隊も参加しているらしい。高度に訓練された連中だ。ビッグシェルは完全に制圧されている。奴らの要求は現金300億ドル。300億ドル？どうしてそんな大金を？当日ビッグシェルでは政府による視察が行われていた。人質を取られたのか？環境保護団体の VIP と我らが政府のとびっきりの要人をな。要人？誰だ？ジェームズ・ジョンソン大統領。さらに要求が聞き入れられない場合、奴らはビッグシェルを爆破すると予告している。原油に火がつき、マンハッタン湾が火の海になる。いや、それでは済まない。海水の殺菌に使用している塩素系薬物と原油が炎上すれば、ダイオキシン類を含む大量の有毒物質が発生する。そうなったら湾内の生態系は全滅、向こう何百年にもわたって死の海になる。有史以来最悪の環境破壊となるだろう。君に依頼する任務は2つ。海上除染施設ビッグシェルに単身潜入し、大統領と人質を救出すること、テロリストたちを武装解除することだ。そのためにはあらゆる手段を用いて構わない。また我々と同時にシールのチーム10が作戦行動を行っている。合同作戦？いや、我々フォックスハウンドは隠密部隊だ。彼らに我々の存在を知られてはならない。いいな？こちらスネーク、シェルワンの冷却内に潜入した。状況はどうだ？幸いここには見張りはいないようだ。視界はどうだ？プラント脚部のライトが起動している。おかげでサーマルゴーグルは使わずに済む。何か問題は？オイルフェンスの切断面が真新しかった。俺の他にも潜入を試みた奴がいる。それは考えられん。シール10の突入班はすでにビッグシェル上部に降下した。それとスネーク、今後の無線はコードネームを変更して行う。スネークでは何か問題が？まあな。君をこれからライデンと呼ぶ。ではライデン、潜入ミッションはすでに VR 訓練で訓練済みだな。 VR なら300ミッションはこなした。伝説の傭兵になった気分だ。それじゃあその部分は簡略化するぞ。くれぐれも見つからんようにな。何かあれば無線連絡をくれ。周波数は 140.85 だ。無線機を使いたいときはセレクトボタンを押すんだ。こちらから呼び出す場合、いや連絡する場合はコールする。コール音が鳴ったらセレクトボタンを押してくれ。耳小骨を直接振動させるものだ。敵には聞こえない。わかった。何かあれば先導する。まずはビッグシェルの上部に出るんだ。上部へはどうやって？そのエリアの奥に昇降機がある。それを使え。わかった。
今回のスニーキングスーツは光ファイバーを使った電気防石技術を使っている。質感はゴムに近いが、さまざまな有毒化学物質を遮断する素材で作られている。そしてスーツ内には各種センサーも埋め込まれている。軍で研究中のスマートスキンだ。各部位のダメージや出血量が血中のナノマシンと相互に情報交換されフィードバックされる仕組みになっている。内臓が圧迫されてるが、心配するな。体内の各臓器を圧縮して機能促進と保護を図っているのだ。フォックスハウンド部隊ではスカルスーツと呼んでいる。スカルスーツ？ドクロスーツか。丸いハンドルのついたハッチが昇降機エリアへの入り口だ。まずはそれを探してくれ。了解、ミッションに入る。はい、皆さんどうもサマチャンネルのサマです。じゃあメタルギアソリッド2プラント編というあれですね、始めていこうと思います。さあ主人公が変わりまして、最初スネークという名前が出てましたけど、近く変わって、ライデンというコードネームに変わりました。さあ今回このキャラが、まあ、メタルギアソリッド2のメインの主人公となるキャラですね。ライデンで、彼の所属している部隊の名前はなんとフォックスハウンドという名前が出ましたね。まあ、フォックスハウンドは前作も出てきました。スネークが、ソリッドスネークが元所属していた部隊ですね。で、メタルギアソリッドの名前、メタルギアの時に、スネークは、なんだっけ、フォックスハウンドの部隊の一員としていくつかの戦いを出て、そこで創世者ビッグボスと戦い、フォックスハウンドの中でフォックスという称号を持つ、フランク・イエーガー、グレイ・フォックスですね、グレイ・フォックスとも死闘を繰り広げました。さあそんなもう亡くなったはずの部隊になぜか彼がいます。そう、そしてあれですね、通信先の声聞こえありますよね。ロイ・キャンベルにすごい似ていますね。どういう関係があるんでしょうか。彼がなぜフォックスファウンドと名乗っているんでしょうか。そしてここにいるのはなんだっけ名前が出てこねえ。ウジ虫じゃなくて、どうやって言ったっけ。まあいいや、もう長々話すのめんどくさいんでやっちゃいましょう。よいしょよいしょ、レーション。さあ攻撃がちょっと違うんですよね。スネーク、ソリッドスネークの時と攻撃が若干違います。まあ2段目の攻撃は、まあ攻撃は一緒なんですけど、4回攻撃してるんですよね、これ。確か4回攻撃になるんだっけな。あんま覚えてないですけど、よいしょと。M9 の弾は取っても意味ないのか。持てていいと思うんだけどな。バイソン、敵兵を1名確認。AN94 のマグロ。グレネード、ロシア製の装備だ。ゴルルコビッチ大佐の部隊だろう。ゴルルコビッチ？4年前のシャドウ・モセス事件の際、テロリストと合流しようとしたロシアの私兵部隊だ。もう4年前ですね、2の。プロテロに加わってる。テロリストたちとの何らかの取引があったに違いない。もはや彼らは国なき傭兵部隊と化している。ちなみにローリングはこういう感じになりません。ソリッドスネークの時よりも、なんて言えばいいんだ、軽やかに行動しますね。お？見覚えのある後ろ姿がいましたね。彼は一体
何とスネークなんでしょう。誰か侵入者がいる。ありえないことだ。チームではない。単独のようだ。単独だと。素性はわからんが、ここの見張りをすべて片付けてくれたようだ。みんな気を失ってる。かなりのタフガイだ。調査が必要だな。しかし敵が無力化されているのはとりあえず好都合だ。今のうちにことを進めるとしよう。昇降機の前に端末がある。ノードと呼ばれるものだ。ノードだって？ノードだ。なるほど。ノードか。ノードを使えばビッグシェル内の作業支援コンピューターネットワークに接続できる。何ができるんだ？ビッグシェルのマップが参照できる。そしてそのデータによってソリトンレーダーが使用可能になる。ソリトンレーダー？何も知らないな、こいつ。ああ、知ってた。人間の生体反応に起因する電磁場を活用して判定を行うシステムだ。それらを GPS や各隊員から収集されるエリア測定値により誤差を修正したマップ上に投影する。この膨大なデジタル処理を行うためにもノードによるマップ情報のダウンロードが必要なのだ。ノードは1メートルくらいの高さの青い端末だ。各エリアに最低1台はある。接続するにはどうすればいい？ノードの前アクションボタンを押すだけだ。あとは君の体内のナノマシンが自動でセキュリティを破りノードを使用可能にしてくれる。敵兵たちが目覚める前にアクセスを完了しろ。敵に発見されるとアクセスは一時的にできなくなる。注意するんだ。了解。さあ今回からその右上の今まであったマップがねすぐ出てないんですよね。あれがないんで、前作はそれ重宝しましたけど、今作はこういうノードでマップを出してそのソリトンレーダーを出さなきゃ。毎回これやらなくちゃいけない。さあネームどうしようかな。まあ、あれ、あ、ちょ、あれだな。よいしょっと。ネームは、まあ僕の名前でいきましょう。さんま。はい。男です。誕生日は、何歳でしょうね。何歳まで戻れるかな。おお。じゃあ2099年、2099年の1月1日生まれにしましょう。血液型はまあなしにしましょう。ナショナルはまあジャパンです。ハッピーバースデーあ、そうか、あの今 PS の設定が1月1日になってるんですよね。何もしてないん で、ここら辺ちょっと細かいあれですね。バイブレーション OK、ソリトンレーダー、標準ドリフトにします。あ、まあ、血はオンにしましょう。まあ、これは関係ない。まあ、まあ、どっちでもいいよ。字幕はオンにします。主観です。はい。はい、OK。まあ、血液表現があるだけですね。ライデン、ノードにアクセスできたようだな。これでレーダーが使える。VR 訓練を思い出せ。ものは同じだ。さあ、すごいあれですね。ロイ・キャンベルに似てますけどね。でもなんかちょっと違うような感じがするよ。君の位置だ。そして赤い光点が敵の位置、青い円錐が敵の視界。ソリトンレーダーは気象には影響されないが、敵に発見されると使えなくなる。うん、簡単に妨害されてしまうのだ。ソリトンレーダーはもはや既存技術だ。それと音響共鳴の強い空間でも使えないから注意しろ。ビッグシェル全体の構造マップはスタートボタンでいつでも閲覧が可能だ。潜入データの記録は？西部には専用回線を設けてや、専用のアナリストもな。ジャック、大丈夫？あ、まさか。ジャック、聞こえる？ジャックという名前。どうして君が？なぜ君がそこにいる？ジャック、私も作戦に参加するの。どういうことだ、大佐？ライデン、彼女には今回のデータ記録とサポートを担当してもらう。なぜ彼女が？本作戦に従事する予定だったフォックスハウンド部隊のオペレーターが事故に遭い参加できなくなった。それで急遽ローズマリー君が選ばれた。
事故。それにレポートによると、彼女は君を誰よりも知っている。彼女は確かに軍人だが、内勤のデータアナリストに過ぎない。大丈夫だ、うちの専門スタッフがオペレートする。実戦サポートなんて無理だ、できっこない。彼女をこの作戦に参加させたのにはそれなりの理由がある。大佐、俺には理解できない。私は君の VR 訓練の成績ならよく知っている。しかしそれ以上のことはわからない。シャドウ・モセスのことは知っているな。ああ、事件の VR も体験した。あの事件で立証された兵士の士気を持続させる要素を。俺は軍人として訓練されてきた、己の感情には左右されない。そうはいかない、本作戦に失敗は許されんのだ。ジャック、いい？私は最後まであなたに付き合う。ローズ、あなたが心配だから。ただし条件がある。大佐。なんだ？私はこの作戦のセーブを行う。でも私は作戦の一部じゃない、ジャックを案じる普通の女だから。それ以外は大佐たちの強制は受けない。私にとって彼は恋人、ジャックでしかない。彼の安否が最優先だから、大佐との交信内容も傍聴する、いえ記録する。わかった、好きにするがいい。考えようによってはこの方がいいかも。何も知らされず待つだけなんて辛いだけだもの。一つだけいいか。何？彼の名はライデンだ。作戦遂行中はコードネームで呼んでくれ。わかったわ。じゃあライデン、潜入データを記録したいときは私に連絡して。周波数は 140.96、 セーブ用の専用回線よ。今周波数を変えたわ。ジャック、なんだ？明日何の日か知ってる？何やってんの、こいつら。4月30日。いや、わからない。本当に？いや、悪いが思い出せない。その答えを聞くまでは頑張るわ。それじゃあ、ジャック、頑張ってね。コードネームで呼べてたんだ。さあ、こういうふうにね、もうすぐこいつが起きちゃうんですよね。はいはいはい、何？ライデン、気絶していた敵が目をしました。はいはいはい、気をつけて、ジャック。だからライデンと飛行機が到着するまでどこかに身を隠すんだ。絶対に見つかるな。いいか、絶対だぞ。絶対に見つかるんじゃないぞ。よいしょ。攻撃された。気をつけろ。さあ、2体とも起きちゃうんで。気をつけましょう。あ、もう来ましたね。あ、まだ武器ないんでね。さあ、ささっと行っちゃいましょう。さあ、取りますね。テロリストたちはサンズオブリバティと名乗っている。サンズオブリバティ、自由の息子たち。 そしてそのリーダーの名はソリッドスネーク。ソリッドスネーク、あら、いけます。シャドウモセスの英雄、コードネームを変えたのはそれが理由か。そうだ、だが彼であるはずはない。スネークは2年前のタンカー沈没事件で死んでいる。自分が沈めたタンカーと共に。さあ、生きていたのか。それはありえない。大佐、ビッグシェルの屋上に出た。敵兵は見当たらないが見通しが良すぎる。夜間潜入の訓練しかしていなかったな。ノードにアクセスは警戒していくしかない。突入部隊はどうなった？シール10は B 脚 C 脚に降下した。大統領は B 脚で発見されたらしい。 B 脚？分かりたいんだよな、これ。ビッグシェルはシェル1とシェル2の2つのユニットからなり、それぞれのユニットは中央塔とそれを囲む6つの脚部で構成されている。六角形を2つつなげた形をしているということか。そうだ。そして今君がいるのはシェル1の A 脚屋上だ。
まずはノードを探してみろ。ノードにアクセスすればわかる。了解。よいしょと。ここに。間違えた。よいしょと。さあ、こういうね、鳥の糞とかがあるんですけど、ここ走るとね、滑るんですよ。ちょっとこれはね、しっかり覚えとかなきゃいけないですね。あと、ライデンは、こういうふうに、ここを通るんですけど、あとなんかあるっけ？なんかどっかになったような記憶あるけど。まだ取れないんだっけな？まあいいや、取れないならいいや。多分取れない。ここに。はいはい、何？ライデン、そこの金網をよく見ろ。捕服すればくぐり抜けられるんじゃないか。捕服第3弾ぐらいある。捕服ボタンを押してしゃがんでから進みたい方向に左スティックを倒せばいい。もう一度捕服ボタンを押せば立ち上がることができる。VR 訓練の時とは違って捕服している間も武器による攻撃が可能だ。忘れるな。はい。さあ、これ M9 が手に入りましたね。なぜかここに麻酔銃がある。ライデン、シールチーム10が突入を開始した。フォックスハウンドとシールのコンセンサスは本当にないのか。先方は我々のことを何も知らない。我々は隠密組織だ。任務も機密事項。君の潜入を知る者はごく少数だ。今回の作戦はペンタゴンが直接指揮を取っている。国家安全保障決定命令も副大統領と国防省長官によって行われた。君の任務は極秘だが、正規の手続きに基づいているんだ。心配するな。さあ、M9 ご仕事は何も思わないのかな、この人たち。よし。はい。屋上の方を見てくる。一階を任すぞ。了解。さあ、ノードはそこにありますね。大佐、ノードを発見したが、敵が陣取っていて近づけない。敵をおびき寄せるんだ。音を立ててみろ。どうやって？壁に張り付いてパンチボタンだ。わかった。そんなことしなくたっていいんだよ。こうすればいいんだから。動くな。こうすればいい。はい。はい、なんかなったけどいいや。はい、これは特にやらないです。はいはい、何？敵を倒したな、ライデン。敵の体をその場に放っておいてはいけない。すぐに隠すんだ。屋上に行った敵が戻ってきて倒れた仲間を発見すれば警戒を強化するだろう。面倒なこと。倒した敵の体は敵が見回りに来そうもないところ、見つかりそうもないところに隠すといい。倒れた敵の体は引きずって移動させることができる。やり方はこうだ。まず倒れた敵の近くで武器を装備せずに武器ボタンを押して敵の体を抱える。武器ボタンを押している間、敵を引きずりながら移動することができる。体を下ろすには武器ボタンを離せばいい。ありがとうございますね。さあ、このままだとバレてしまうらしいんで、よいしょ、運んであげましょう。まあ別にやらんでいいんですけどね。眠らしておけばいいですから。ついでにここで話してアイテム出させましょう。そう、これね、メタルギアソリッド2難易度によって、まあ他のメタルギアソリッドもそうだったっけな、霊障の数限られるんですよね。よいしょと。てめえはこの中にいろ。ソコムの弾がありましたね。よし。
つけろ。連絡橋の中央に見張りがいる。そのまま進めば発見されるぞ。どうすれば？エルードを使うんだ。さあ、エルード。エルード。腰くらいの高さの手すりに向かってアクションボタンを押すと、手すりを乗り越えて向こう側にぶら下がることができる。そのまま移動すれば敵に見つからずに進めるはずだ。わかった。やってみる。グリップゲージを忘れるな。エルードしている間、時間とともに減っていく。ゲージがなくなると落下してしまうぞ。了解。待て、ライデン。今、シール店突入部隊の無線を傍受した。傍受？もう一度言うが、彼らは我々の存在を知らない。盗み聞きってわけか。そっちへつなぐ。こちらアルファゼロ、大統領を確保。無事か？無事です。パッケージは海軍大佐ともども保護しました。楽勝でした。よし、ヘリを回す。脱出してくれ。了解。どうした？大統領を守れ！アルファゼロ、こちらアルファゼロ、敵と遭遇。バカ、あれが。どうした、アルファゼロ？オールアルファ、応答せよ。ライデン、大統領の身が危ない。 B 客に急いでくれ。はい、じゃあ行きましょう。エルードという新しいシステムですね。こんな感じで、よいしょとね、こんな感じでいけるわけねえだろうかっていうね。ライデンの特徴としては、まあスネークと合わせてやると体がすごい身軽なんですよね。よいしょと。その代わり経験はスネークの方が上って感じですね。よいしょと。まあこういう感じでいくだけです。B 客変電室。さあ、ここに大統領がいるとかいないとか。さあ、なんか報復させますね、メタルギアソリッドの時と。さあ、死体だらけ。さあ、シール10のあれがもう困惑しますね。あ、誰かいますね。それで当たらないわけない。さあ、今回の敵の種類ですね。ナイフ使いです。血を吸ってるんですよね。
別にエッチなことしてるわけじゃないですよ。見たな。お前は。今日は5人。いや、6人。バンプ。聞き覚えのある声でしたね、今の人。いないね。聞き覚えのある声ですけど、格好はあれですね、兵士ですね。どうだ。上だよ、上。お前変わった匂いがする。さあ、バンプは何かに気づきましたね。まさか。何をしてる。撃て。バンプ。クイーン。後始末です。ああ、それより面白いものを見つけた。面白い。会って話す。今どこに。中央と大統領と一緒。すぐ行く。これのヤバいタイプのボスです。敵ですね。待て、俺は敵じゃない。落ち着け。俺はプリスキン。色濃いプリスキン。本当か。注意。声優が、シーフ。どこから。ヘリからのファストローブ。お、本当か。以前に会ったことが。その兵装、フォックスハウンドか。そうだ。フォックスハウンドは解体されたはずだ。お前、フォックスハウンドの前はデルタフォースか。陸軍でフォース21の実験に参加していた。フォース21、先日インターネットを導入した。実戦経験は。いや、ない。今回が初めてか。訓練はしてる。実戦と区別はつかない訓練は。どんなミッションだ。スニーキングミッション60、ウェポンミッション80、アドバンスド VR 訓練か。あれは実戦と変わらない。デジタル世代のグラントってわけか。仮想訓練は実戦を超える。 VR 訓練で人は負傷しまい。実際の訓練では毎年数人が死亡する。これはあれかな。はある。現実感もある。メタルギアソリッドの方である VR 訓練があるんで。奴らの手だ。実戦時の恐怖を抑制するため。ゲーム感覚で人を殺す最強の兵士を作り上げるための養成プログラムだよ。VR 訓練がマインドコントロールだというのか。どうした、ライデン。
シール10のアルファチームが全滅。いや、一人は無事だ。ナノマシンによる体内通信か。大統領は連れ去られたようだ。そうか。シール10に生き残りがいると言ったな。ああ、プリスキン注意だ。顔を見られたか。なんだって。隠密行動だ。誰にも悟られてはならん、うん、もう手遅れだ。どうした。見てみろ。なんだ。海軍大佐。大丈夫か。ああ、少し休ませてくれ。出血が思ったよりひどかったようだ。さっきの男、あれは何だ。あの吸血鬼か。あれはバンプ。バンプ。ルーマニア生まれのナイフ使いだ。あの身のこなし、人間とは思えん。さすがに VR 訓練のプログラムにはなかったろう。何者なんだ。デッドセルの一人だ。デッドセル、あいつが、はあ、ジョージ・シアーズ前大統領直属に組織された特殊部隊、死の細胞デッドセル。もともとはテロ組織に死を与えるという意味だった。政府の施設を抜き打ちで襲撃する対テロ訓練部隊だ。お前のような VR 部隊に活を入れるためのな。だが元リーダーが獄死したあたりから部隊の性格が変わった。奴らはより過激さを増し、友軍や時には民間人にまで死を与え始めた。奴らが起こした事故で死んだ人間の数は100人を下らない。フォートマン。見境のない暴走、その結果が半年前の惨劇だ。惨劇。部隊は壊滅、残ったのは3人のみ。奴はその生き残りだ。どうして奴らはビッグシェルを。知らんね。言った通り狂人の集まりだ。首謀者はソリッドスネークと名乗っているが。スネークなら2年前に死んだ。本当か。このビッグシェルが建造される発端になったあの事件。そうだ、奴がタンカーを沈めた。伝説の傭兵が。伝説なんて大抵ろくなもんじゃない。英雄と狂人は紙一重だ。あんなシーンなかったけどな。生きていてまたテロを起こした。いや、奴ではない。奴の死亡は2年前に確認されている。スネークは死んだ。そうだ。他の兵士たちはロシア製の装備も見た。旧ソ連の残党、金で雇われている傭兵だろう。このビッグシェルは巨大だ。デッドセルだけでは到底占拠できない。まあ3人しかいねえもんな。しかしお前はそんな情報も知らされずに何しに来たんだ。しかも単独で。何が目的だ。答えられないか。まあいい。タバコは吸わない。そういうな、役に立つこともある。タバコ持つことないよね。ついでだ、これも持っていくといい。出ない。そう。チュイーンどうしてBC 連絡強化。行かなければ。動けるか。いや、ちょっと休ませてくれ。無線機の周波数を教えておく。 141.80 だ。141.80 だな。俺はブリーフィングを受けてきている。この施設やデッドセルのことについて聞きたければ連絡し。通信はナノマシンだな。そうだ、そっちの無線機にもつなげる。おい、お前名前は。ライデン。ライデン、変わったコードネームだ。
本名は平凡だ。そうか、いつか聞ける時が来るかもな。さあ、謎多き男ですね。まあ、なんか想像通りの人ですけどはい、じゃあ今回はこの辺ノードだけアクセスしようかな。よいしょ。はい、これで OK だね。この辺にしようかな。よいしょと。これちなみにグリップ、どうやってやったっけな、これグリップレベルがあるんですけど、どうやってやるんだっけ。違うな。のんきに寝てますね、こいつ。こうだ。こうやって鍛えると、懸垂ができるんですけど、よいしょ。これ、こうしとくんだっけ？よいしょと。これ、懸垂するんだよな。確か懸垂できるんですけど。だから懸垂してるんですけど、今。レベルが上がるんですよね、確か。まあいいや。お前に撃てるのか？寝てたんじゃねえのか？寝てろ。はい、本当に出ましたね。はい、じゃあ今回この辺で終わろうと思います。じゃあプラント編、ついに開幕しましたね。それではまた皆さん次回会いましょう。うん、じゃあ。